眼科医の平松です。今日は緑内障の人で運動があんまり得意じゃない人とか、まあそういう人がどんぐらい運動するのかいいのかなっていうのについてお話しようと思います。まあ今日のお話を聞いていただけると、実際の数字をもとに、あ、じゃあこのぐらい頑張ればいいのかなっていうのは分かっていただけると思います。まあ、大前提言うと、今までは、週に3回30分の、要は30分、30分、30分ぐらいしていただけるといいんじゃないかなっていうのをベースとしてお話してますけど、まあ、より具体的なデータをお話しようと思います。もう結論から先に言っちゃいましょう。1キロぐらいのウォーキングしますと眼圧が16から 14.6 に下がって、だいたい時速 4.7 キロなんで、まあそんな速くないですね。で、だいたい20分以上ね、その眼圧下降効果が続いてるっていうデータが出ています。まあウォーキングをするとどんぐらい眼圧が下がるのかっていうような、まあ、研究の論文になりますね。緑内障ジャーナルオブグラウコマっていうね論文になります。で、まあ簡単に言うと、まあ1キロぐらいのウォーキングであっても、眼圧が16から 14.6 なんで、まあまあそこそこ下がっているので、まあ1キロでも十分だなっていう感じですね。で、20分ぐらいは、まあそれ、眼圧下降効果が少なくとも持続してるっていうことが、まあ確認されているわけなんで、まあまあまあ効果としてはいいのかなと。だから、まあ戻ってくるけど、やっぱり30分程度の運動とか、その程度でいいし、もちろんね、他の動画でご紹介しているように、ウォーキングよりジョギングよりもランニングの方が眼圧の下降効果が高いっていうのは、まあ、他の動画見ていただければ、概要欄とか、コメント欄に載せておきますけれども、まあ、見ていただけると、まあ、これがあるわけですけれども、まあ、ウォーキングでも十分だろうと。運動経験ない人の場合ですね。運動経験ある人の場合は、ウォーキング以上やってくださって全然いいんですけども、まあ、ない人の場合は、まあ、軽く歩くのを、まあ、せめて10分、20分、まあ、できれば30分ぐらいしていただけると、まあ、それだけでも眼圧を下げて、血流が良くなって、まあ、緑内障の進行の予防にもなるんじゃないかっていう話をしていますと。じゃあ、これってまあ、いわゆるこう、眼圧を下げるだけの話なのっていうと、他の動画でもいくつも紹介してますけど、血圧が高い人の方が、緑内障に良くないとか、メタボの方が緑内障に良くない、体重が多い方が良くないとか、まあ、そういう動画、いくつもアップしてるんで見ていただければ、まあ、それも総合して、考えていただけると、まあ、いわゆる健康体になりやすいので、緑内障の進行をしづらいんだなっていうところもあるわけです。そして、何よりも有酸素運動なので、血流改善って言って、緑内障はもちろんね、眼圧、目の硬さによって神経がダメージ受けて視野が悪くなるって病気なんですけれども、結局その神経がダメージ受けるっていうのは、血流が良ければ神経のダメージは少ないわけじゃないですか。だから同じ眼圧でもダメージ少ないわけですよ。同じ神経のダメージでも、血流が良ければダメージ回復しやすいとかってあるわけなんで、血流を改善することは効果があると考えて結構なので、ウォーキングっていうのは一つの効果なのかなっていうふうに、まあ、ちょっとした今日は情報ですけども、参考になれば幸いです。